山盛阿蘇神社は、熊本県玉名郡名古屋町聖域地,地にある神社。阿蘇神社の系列にあたる。正治2年11月、坂梨や吾すが誕生。阿蘇神社より、阿蘇五宮は放帯し、飛行小神を祀る。祭礼に奉納される子供神楽は、江戸時代に始まり、270年以上の歴史がある。1979年11月に、熊本県から検証されている。 巻いては一人、二人、四人で急座を舞う。境内には山森や祖神社の楠の木があり、樹齢800年を数える。熊本県の天然記念物に指定されている。この楠の木の大きさは、カには約6.5メートル、樹高は約25メートル、枝張りは東西に20メートル、南北に23メートル。幹は高さ約五メートルで三つに分かれており、それぞれは、 直径が1メートル前後の大枝で四方八方に枝を伸ばしている。このクスの木には白蛇伝説が残る。集中豪雨で集落の裏山が今にも崩れ落ちようとしていた崖に白いオロチが横たわり崩落を防ぎ、下の裏山は災害を免れたという伝説が残る。さらに火災の時には燃える家と林家の間に白蛇が横たわり、 鱗の間から水を噴き出したので、隣の家は類症を免れたという。このようなことが、聖域父ではたびたび起こり、災難は最小限に止まった。この白蛇がクスノキに宿っているのを見た人はいないが、村人の多くは、白蛇がこのクスノキに住んでいると信じているという。ありがとうございます。